年齢制限などないということでチャレンジしてみます。皆様はじめまして、じゅんこママです。この度ナイトクイーングランプリ夜の女王決定戦にエントリーいたしました。エントリーナンバー54番、木村じゅんこと申します。よろしくお願いいたします。私は静岡県富士市富士の麓でラウンジアバンティからスナックの園オーナーママを29年やってまいりました。コロナ禍でいろいろチャレンジをしています。苦手なパソコン、またコロナで YouTube を始めました。下手っぴな下手っぴな動画ですが、ずっと続けていきます。富士市スナックで YouTube で出てきます。よかったら見てください。小さな田舎のスナックのママで、今回のナイトクイーングランプリはハードルがとっても高いんですけど、応援してくれたら嬉しいです。投票もしてくれたら嬉しいです。お店は富士駅から徒歩2分、2階にスナック園はあります。コロナ禍でたこ焼きテイクアウトも始めました。皆様との出会いに感謝をして、アッセイの活力を生み出していただくために、社交の場として真心を込めて皆様をお迎えいたします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。たこ焼きフェアの動画は上手に撮れなかったので、今回は載せられませんでしたけれども、またフェア頑張ります。よろしくお願いいたします。スナック園のじゅんこママでした。